後、うん、これこれ、あの石はね、ラザロがある石がね、人が多い場所を避けていただき、ね、これ正面にね、天守閣が見えるはずだけど、おお、見える見える、間違いない、ここや。ご利用を見合わせていただくなど、密集場所や密集場面を作らないと、夜に暗いところにね、電気がポツポツついてますね、電灯がね、記憶ありますわ。これ、右に曲がってて感じやったかな。何遍も来てんだけどね、ここも。はい、ここ石全部大きいんですよ、これ見てください、ここの石はね。もうなんか説明なくなかったっけね。井戸じゃなくて、石の説明はないかね。これ、すごい、この石だったかね。すごいです、この石ね。これは日本で一番大きかったかな、この石が。水を供給する職人さんを置いて、水をかけながら、かけながらベチャーンとしたらもうすぐ飛ぶじゃないですか。ここまで大阪ハーバーからここまで約10キロ持ってきたら、今これです、これ今度は36畳敷き、すごいね、重さ108トンで。名前でも掘ってないよね、掘ってないね、なんかここにあんねんね、これね。この大きさやと、これ。すごいですよ、これ。108トンもあるらしいから。ほら、ここまで。ここで抜けると、大阪城が正面見えますけどね。ちょっと行ってみましょう。ちょっと下りには、こっち反対側出ようか。あのお父さん話聞きたかったけどね、反対側出ましょう。これ、はい。これ陸軍のなんか、あれやったみたい、昔。今何なってんやろ。レストランかなったのかね。これで真ん中から見るとね、はい、こういう感じで、正面に見ようね、これ。正面にね、大阪城は。あの手前で、一方向で入りましょうか。これどうなんだろうな、帰りは。今の方が早いか。今来た道がどうだ。早いかもしれない、今来た道の方がね。この建物はもう50年前と変わりませんよ、これ。大体こんな感じ。もっと古かったな、50年前。なんか古そうやったけど。これ、ほら、旧第4師団司令庁舎、これ。あ、文化庁。ほら。はい、これ、大阪城でございます。もっと左がいいな。この前からやな。あの、ボランティアが全然話をかけてくれへんねんけどね。話を。全然開けてくれんねんけどね。どこ行ったらみんな。いろいろ聞きたいんだけどね、ボランティアさんに。おい、取れた。よいしょ、購入。種類。おお、カードもできるんですか、ほら。すんどるね。おい、カードもできますわ。え、どうすんの、これ。検定的にどうすんだろう。あ、これ押すんか。あ？ね、枚数選択こちらでしていただいて、1ってしていただいて。お姉さん。はい。大概。お支払いです、ね。大概金入れたら出てくるからな。金入れたらさ、カード。すいません。はい、結果です。それこそお姉さん、この辺に置いて、機械でピャーってやった方がいいんちゃうかね。思えへんか。おぉ、天守閣や。じゃあ、上がってみましょう。
警備員のお兄さんがね、600円、今撮影は3回4回やめてくれ言ったけどね、3回4回だけやめてんかね。おお、石使ってるねこれ、ピカピカや。わあ、西日を浴びてピカピカでございます。なんか知らんけど警備の人ばかりやね。いや、大阪城の中に入ってきたんですけどね、ここがね、井戸でございます、井戸。これすごいね、これお姉さん。これすごいね。昔ままでさ、これ。大きいね、これは。使ったどうかわからないしよ、はい。あ、そうですか、ありがとう。3回、4回だけでわからないしよ。あ、本当じゃあ、出ます。はい。これ1回でございます。これでいけんの？8階まで階段で登って、8階ステップで1回1回はい、はい、わかりました。遅っ。ゆっくりですね。本当にゆっくり。はい、どうぞ。すみません。遅かった、今のエレベーター。びっくりそうで遅かったんやけど、はい。こんなやつなかったな、前来たときは。映画見たけどね、映画。松田平直太だ。はい。いつの時よ、これ。夏の字？書いてないな。やっぱ夏、大阪夏の字、やっぱり。ねえ、こんなやつ。すごい、これ作っとるだけでもね。ああ、これは20年ほど前からあるじゃん、これ。ここに寝っ転がって、あの夏の中みんな見てたで、これな。長野川の下流もまた。行ってみようか。これなんだ、ただ壁か。帰ろうね、はい。ここからね、ちょっと池田もある。この辺ではね、はい。この辺の料理は、本幕を専用。桜の子で押し出したが、出陣の機会を逸し、場内に戻った。おお、夏の神の神参戦。え？いい直田か。あとどれや、分かったのは一個もないね。ここ誰やった？行くみらちゃうの？あ、行くみら。これは撮ってないけど、30秒か1分ぐらい。誰も見てもらえたね。ここは何回だ。まだ見るか。まだ8回も流れてるの、これ。いいぞ、これ、暑いから。はい、天守閣。じゃあ、上上がってきました。これ、8回でございます。六甲山が見えるのか。そしたらこっちはどうなんだ、南なのか。南。南やから大阪府庁とか見えるのかですね。こっちから。ここは元の軍の建物でございます。日本軍が。ああ、ぼやけてる。取れない。二条さん、ずーっと上がった、リルコは。カズラギさん、カズラギの散歩がずーっと見えて、今後さん。見えるか、見えるか。見てみようか。あ、見える見える。はい、生駒の山頂でございます。ちょ、これね、これわかるかな、これで、ね。はい。ちょっと焦点が動けてるね。山頂の電波塔群でございます、これ。今、山頂遊園地はね、今閉まってるんでね。あ、金の車掌がいっぱい並んでます、ここにね。
万博公園見えるか。万博公園やったら、観覧車がなんか見えないから、万博公園見えないな。どの辺だろう。はい、来た、ビル群。こっちが西でございます。あ、最初は西みたいだな。これでちょっと追いましょうか。これ見てみようか。なるほど。これよしね、廃棄は。これずいぶんこうね、斜めになってるからね、歩きにくいよ、これ。いやー、日本のお城にやっとなりましたわ。ひどかったからね、コロナ前は。いやな、これ割れたんだよ、割れたよな、これな。壊れたんやろ、これ。攻めを詰めてやろう、そこに、これ。いや、攻め詰めてあるし。ここなんか、食堂館ができたの違ったっけ、これ。大きい石が積んでありますけど。これでも大きいのにね。こんな建物あったっけ、全然覚えてないね。あの向こうらは変化歩いてしょったんでね。あの OMM ビルかな、あの辺で降りて OMM で遊んでここに来てって言われたな。この上でな、よく残ってるね。ここカラフルになってるわ、これ。水入ってんのね。